おじさん。今日の晩飯だ。さあ、そろそろ夕飯の支度をするか。さあ、夕飯だ。みんな、席について。はーい。お腹すいた。すっかれた。おいしそう。うまそう。あ、力也兄ちゃんだ。わー、兄ちゃん。おい、お前たち。力也兄ちゃん、やってやろうよ。ねえねえ、遊ぼう。兄貴、どうしたんだ。何かあったのか。親父が撃たれた。はい、今は変わります。会長、お電話です。誰だ。例の計画の件でといえば分かると。堂島です。ええ、だからその件に関しては先日お断りしたはずじゃ。ええ、そうです。この件、東上会は一切手を引かせてもらいます。だから断ると言ってるんだ。たとえ100億200億積まれても答えは同じだ。それじゃ。会長。うん。今の電話、例の沖縄の一件では。本当に断っていいのでしょうか。どういう意味だ。お言葉ですが、今本家は直系白鵬会の上がりでやっていけてる状態です。もし、あの沖縄の一件、うちが引き受ければ、この先10年は食っていけるだけの金が本家になだれ込みます。ざっと見積もって1000億、いや、それ以上の金が。それに今あの男に恩を売っておけば、後々政界との強いパイプが。黙れ。そんなことは百も承知だ。だがあの土地は奪えねえ。四代目の剣ですか。東上界は四代目に何度も救われてきた。その人から居場所を奪うことはできねえ。おい。はい。急いで本部へ戻ってくれ。会長、会食のご予定はどうされるんですか。キャンセルだ。それより今、沖縄の土地買収を勝手に進めるような連中が出ないよう、組織を固める方が先決だ。会長。なんだ。
実は先ほど会長にお客様が。誰だ。それが何。本当です。どこからどう見てもご本人としか言いようがありません。どこに。今会長室にお通ししてあります。わかった。風間さん、あなた死んだはずじゃ。驚かせましたか。これは今のあなたにとって大切なものです。これは沖縄の土地の権利書だが、あの土地には四代目が。知ってますよ。あなたにはあの桐生一馬がいる土地を奪うことはできない。だからあなたに代わって私たちが権利書を取ってきたんです。どうしてそのことを。今我々は東条会に沖縄の土地買収の件から降りてもらうわけにはいかないんです。だが俺はあの沖縄の一件もう手を引くと決めたんだ。あなたは東条会の六代目、三万人の構成員を養うにはそんなことは言ってらんないでしょう。それでも俺が断ると言ったら。それは困りましたね。おじき。中原は今手術してます。どうなんだ親父の容体は。くそ。咲ちゃん怖かったね。咲、お前は大丈夫だったのか。犯人は割れてんのか。いえ、お嬢と二人きりのところを襲われたんで。親父は腹に数発食らったみたいで。どこかの組の会社か。いえ、多分土地買収の絡みです。事務所から例の土地の権利書がなくなってました。何。絶対玉城組の連中に決まってる。奴ら一年前のことで俺たちを逆恨みして。いや、それがどうも違う見てて。ん？どうしたんだ、さっき。誰ですか？これは、こいつが撃ったのか？え？これって？兄貴、こいつ。兄貴が知ってる人なんすか？ああ、俺の死んだ親父、風間の親父さんだ。今日立つのね。ああ、
そう、私もお別れを言いに来たわ。結局あの二人はくっつかなかったか。まあ仕方ないでしょう。佐山君には警察官としての夢がありますからね。夢ね。ガス切れか。どうぞ。ああ、悪い。返さないで結構です。差し上げます。お。一家じゃタバコは吸えませんから。一家だと？私は来月付で四家から一家へ戻ります。極道相手の四家じゃ吸えても、殺人事件を扱うエリートコースの一家じゃ吸えませんからね。昇進したのか？よかったじゃないか。いやいや、そういうわけでもありませんよ。ん？今回の東上会と近江連合の抗争、結局警視庁も府警も後手に回り何もすることはできませんでした。それに加えて倉橋課長と尋問派の起こした警察内部の不祥事、警察としては大きな汚点を残す結果に。じゃあなんで一家に戻るんだ？口封じですよ。佐山君も私も今回の抗争事件に関わった人間は皆昇進、本人の希望部署に転属させることで不祥事をうやむやにするつもりなんでしょう。ああ、とはいえよかったじゃねえか。これでお前もまたエリートコースに戻れたわけだ。まあそうなんですけど。浮かねえ顔だな。心配なんですよ。何が？今後のカムロ町が。警察は今後東上会や近江連合といった組織に対して一定の距離を取る方針です。今回の警察の失態を救ったのはある意味彼らでしたからね。なるほどな。で、何が心配なんだ？私はまだ極道を信じてません。もし東上会の跡目が桐生さんじゃないなら、またカムロ町は昔のような荒れた町に。大丈夫だ。え？あいつはちゃんと考えてるよ。やつはケツの吹き方を知ってる。カムロ町を去る前にやることはやってくはずだ。それじゃあそろそろ行く。ええ、今日はカムロ町にでも行くの？ああ、和樹や優也たちに一言挨拶しないとな。
それにどうしても一人話をしておかないとならない奴がいるんだ。登場会のことね。ああ、このまま行けば大吾が登場会の六代目を継ぐ。だが大吾はまだ若い。組まとめるだけの力が足りない。登場会を支えられる人間、誰か当てはあるの？俺と同じように昔からの登場会を知っている人間が一人な。なるほどね。けど堂島大吾に彼を飼いならすだけの度量があるかしら？あいつは誰にも飼いならされるような玉じゃねえよ。真島五郎、要は彼が今の登場会に魅力を感じるか、それだけってことね。そうだな。彼のこと説得できるかしら？やるしかねえんだ。だから俺は今日どうしても真島に会う。そして奴を説得する。殴り合うような展開にならないといいわね。まあそればっかりは分からんがな。気をつけてね。ああ、お前もな。じゃあ行ってくる。バイバイ。おじさんとカムロ町を歩くのも今日が最後かもしれないんだね。そんなことはないさ。またいつでも帰ってこられる。どうした？今日は思いっきり遊びたい。おじさんと一緒に遊びたい。ダメ？わかった。好きなだけ遊ぼうな。
ああ、おい、おい、はあ、お、逃げんなよ、おい。せい、すんません。
ありがとうございます。いえ。じゃあね。おじさん。Just make me